オリックス、楽天に快勝、2試合連続完封で5割復帰。オリックスが楽天に7対0で勝利、2試合連続の完封勝利で3月30日以来となる勝率5割に復帰した。先発の曽谷は5回2安打無失点の好投、打線は3回に西野の敵地内野安打で先制、5回にも西野の敵地だから勢いづいて3得点、6回以降も3点を追加し、終わってみれば今季最多の16安打と打線が奮起した。勝ったで、連勝でカード勝ち越し、借金返済じゃ、完封リレー来た、何回いい感じで3カード連続勝ち越し。今年もなんとなく地味に強いな。曽谷一勝目か。曽谷は良い時と悪い時が極端やな。曽谷は目標の8勝目指して頑張れ。打線上がってきてね、いいよいいよ、打線がつながってるとてもいい感じに。頓宮の復活がでかいな。勝ち場の中継ぎを使わずに楽天打線をゼロ封がやっぱり強いな。山田はもっと評価されていい中継ぎ。阿部もだいぶ良くなってきたな。三立てされなきゃ縁よじわじわいく。このまま A 級に2勝1敗でいこう。完封16安打、今日は全員野球やったな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。